野生の城は、アメリカ合衆国の小説家、ウィリアム・フォークナーの南部語ク小説である。1939年に発表された。二つの物語が交錯する二重小説で、一つは医師である、中三階級の白人男女が不倫、妊娠、打退の末、悲劇的な結末を迎える話が語られ、もう一つは囚人である貧しい南部人が、 洪水に巻き込まれ、妊婦を救い、出産を助け生還する話が語られる。この現代は、フォークナー自身の選んだ台を付けたいという意向があったものの、出版社である、ランダムハウスが選んだものである。フォークナーのタイプ原稿の時には、If, I Forget g h e エルサレムという台が付けられていた。その後の出版では、If, I Forget g エルサレムの型で印刷されてきた。2003年からは、両方の台を使い、ザワイルドパームス、イフ、アイフォーゲットジーエルサレムのように、フォークナーの選んだ台を、初版の台の後に、下記で補う形が多く使われている。日本語訳では、野生の城が一般的に使われている。野生の城は、第1章で同名のラブストーリーが始まり、第2章では、 オールドマンという別の話が始まる。オールドマンとはミシシッピ川の続章であり、1927年に起きたミシシッピ大洪水を舞台としている。囲碁章ごとに双方の話が入れ替わりながら進行していき、それぞれ5つの章を使い、最後の第十章はオールドマンの章で終わる。どちらの話も男と女の特徴ある関係を語っているが、 二つの話の間には表面的には関連性が全く見られない。野生の城の第一章は主人公の医者のハリーとシャーロットがミシシッピ州の海岸にある別荘を借り、やはり医者である別荘のオーナーを夜中に呼びに来るシーンで始まる。第二の章ではハリーの過去が語られる。ハリーは1910年の生まれであり、ハリーの父親もやはり医者で、 ハリーが2歳の時に亡くなるが、ハリーを医者にするための2000ドルを遺存するという遺書を残す。ハリーは母違いの姉に育てられ田舎の医大を卒業して、ニューオールリンズの病院でインターンを始める。2000ドルの遺産も、医大を出るまでの養育費と学費にはとても足りずに、 姉の援助と切り詰めた暮らしをして何とかしのいできた。ために青春らしい青春もなく、インターンを始めてからも、発給のためにつましい暮らしを続けるだけだった。2年間のインターン生活が、あと4ヶ月で終わる27歳の誕生日、同僚に誘われて、パーティーに出席し、シャーロットに出会う。シャーロットは、パーティー出席者の妻であり、25歳くらい。 二人の女の子の母親だった。シャーロットは粘土や真虫を使って小物を想像する才能があった。シャーロットがハリーを自家での食事に誘い、その後は外での食事で大勢を重ね、五度目にはホテルへ行くが、裏返りのホテルにしか連れて行けず、シャーロットを失望させる。その帰りに、ゴミ箱の中から千二百七十八ドルが入った財布を拾う。 シャーロットが夫に二人の関係を打ち明け、二人はシカゴに向かう。第三の章では、二人のシカゴの生活が語られる。ハリーは、就職口を探すが、インターンを途中で辞めたために、まともな口は見つからない。やっとありついた勤め口もクビになる。シャーロットは小物を作って、デパートに売り込み金を稼ぐが、それも長続きはしない。 所持金が少なくなってきた中で知り合った新聞記者のマッコードに勧められ山小屋での生活を始めるそこで買い込んできた食料が続く限り生活するつもりで二人きりの生活を楽しむ冬が来る前にシカゴに戻りシャーロットは勤め口が見つかったがハリーの方は見つからないハリーは耐えられずユタ州の鉱山での医者の仕事を見つけ二人で旅立つ 第4の章では、ユタ州の鉱山での生活が語られる。そこでは、鉱山主任のバックナーとその妻、ビリーがいる。鉱山の経営者は給料を送ってこず、逃げ出す労働者も出てくる。バックナーは、鉱山から出ていくことを計画しており、その前に、ハリーに、妻の打退を行ってくれるよう求める。ハリーは拒否するが困負けして、手術を行う。 残っていたポーランド人労働者に配給物資を分かち、二人も山を降りようとしていた時にシャーロットが妊娠を打ち明ける。シャーロットは打胎をハリー自身がしてくれるよう促すがハリーは拒否する。二人はテキサス州のサンアントニオに行って打胎の方法を探すがうまくいかない。二人はミシシッピ州の海岸に行くことにする。第五の章では 第一章の話を引き継ぐ。ハリーは打体手術に失敗しており、シャーロットの出血が止まらなくなっていた。別荘オーナーの医者は、救急車と警察を呼び、病院に送り込む。シャーロットは死ぬ。拘置所に入ったハリーを、リトンメイヤーが尋ね、金を渡して、逃亡を促すが、ハリーは逃げない。ハリーは、古殺で告訴され、裁判にかけられる。 裁判所にもリトンメイヤーが現れ、ハリーのために嘆願するが認められない。ハリーは50年を下らない期間の重労働という判決となることが裁判長の口から語られる。ハリーの独房にまたしてもリトンメイヤーが現れ、生産狩りを渡すが、ハリーはこれも受け付けない。ハリーが無よりも悲しみを選ぼうと思うところでこの話は終わる。 1927年ミシシッピ川大洪水の反乱域オールドマンの第一章は1927年5月にミシシッピ川で洪水が起きた時に始まる。列車強盗未遂罪で15年の刑に処されたノッポの囚人がいる。すでに7年間の刑期を過ごしている。もう一人太っちょの囚人がいて、強盗殺人罪で199年の刑を宣告されている。 フトッチョの囚人が新聞でミッシッピ川の洪水に関する記事を仲間に読み聞かせる。第二の章では、二人の囚人が他の囚人たちと共に洪水対策に派遣される。ノッポの囚人とフトッチョの囚人は助けを求めている住人救出の任務を与えられ、ボートでこぎ出す。 突然ボートが渦に巻き込まれ太っちょの囚人は木の枝に捕まって助かり別のボートに救助される。刑務所の所長たちは、ノッポの囚人が溺死したものと判断し、釈放処置を取る。第3の章では、ノッポの囚人がボートに戻り、木の枝にしがみついていた女性を助ける。その女性は妊娠している。それまでは堤防の内側の氾濫地だったが、 ボートは、ミシシッピ川本流に流される。一隻の館船に行き当たるが、曰くありげなその乗員は食料をくれたものの助けては、くれない。また流されているうちに、ルイジアナ州の町に近づくが、兵士たちに銃撃され、そこの逃げ出す。そのうちにインディアン塚に乗り上げ、女はそこで赤ん坊を生む。第四の章では、三人となったボートでさらに、 流れていくと気船に出会う。気船に乗っていたのはアメリカ人とは思えないものの集団である。ボートごと気船に収容された囚人はミシシッピ集計務所のあるパーチマンに連れて行ってくれと頼むが途中で降ろされる。囚人はワニの皮をあきなっているアケイディア人と見られる男と出会い、ナイフだけでワニを仕留めて見せて感心される。ある日、 アケイリア人と見られる男が慌てて小屋を引き払う。囚人たちが残っていると、ランチが来て、立ち退きを要求されたので、ボートを引いてもらい、ランチに乗る。ミシシッピ川の上流に遡って収容された、兵器庫と思われる建物も逃げ出し、囚人は、目的地近くに行って、保安官に、ボートと女を引き渡す。第五の章では、囚人が戻ってきたことに驚いた。 刑務所長たちが囚人の処置に困り、結局は脱走を企てた角で10年間の刑期を追加することに落ち着く。その後は、のっぽの囚人が、太っちょの囚人に、ここまでたどり着いた経過を語る。この作品が世に出た時、二個の独立した物語は一、章ごとに交代で並んでいたために、読者も批評家も様々な憶測をしたが、結局は、 このような構成を取った理由がわからなかった。フォークナー自身がそれに対して次のように答えている。さらに、ハリーとシャーロットの世界に欠けているものとは何かという点について、フォークナーは次のように説明している。ただし、オールドマイの序述の中には、フォークナーの語るような恋愛を直接表現するものは、ほとんど見られず、すべては読者に想像させる形になっている。 フォークナーはこの作品の後、1940年出版の村から以前に比べてずっと平易な手法と文体で語っていくようになった。この作品の影響を受けたアルゼンチンの作家ホルヘルイス・ボルヘスはスペイン語への簡約を行い、1940年にラスパルメーラス・サルバーヘスを出版した。それが多くのラテンアメリカ小説家にも影響を与えることになった。 ありがとうございます。